どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。東京がモデルとなった特別なグレンモーレンジが登場、見逃せない新作ウイスキーを開封紹介ということでお届けしていきたいと思います。さて、連日からお届けしている新作ウイスキーレビュー開封動画、今回はスコッチウイスキー編をやっていきましょう。こちらのウイスキーは少しリリースから時間経ったんですけれども、個人的にも楽しみにしていたウイスキーを開封する時がやってまいりました。先日の YouTube ライブでもリクエストをいただきまして、せっかくなのでね、こちらもボトルで取り上げたいと思います。今回の主役はシングルモルトスコッチでも高い人気を誇っているエレガントな美酒、グレンモーレンジでございます。グレンモーレンジオリジナルをはじめ魅力的なラインナップが並んでいて、特にオリジナルはハイボールも最高ですよね。そのグレンモーレンジから今までも蒸留や製造の最高責任者であるビル・ラムズデン博士が生み出した数々のクリエイティブなアイデアをもとに、ユニークなアードベックですとかグレンモーレンジが登場してきました。今回のグレンモーレンジは東京、そして水ならだるがテーマでございます。今回の主役はこちら。さて、今回の主役となりますのがこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーグレンモーレンジ東京、正式にはアテイルオブ東京リミテッドエディションということで、いやーかっこいいというか、もうおしゃれの極みですよね。カートンはこれ多分ね、ずっと捨てられないんじゃないかなと思っております。早速中身取り出していきましょう。さて、ボトルはこちらでございます。このグレンモーレンジのね、オレンジカラーとこの東京の街並み、このグレンモーレンジ東京が登場となりました。こちら2023年の10月11日発売ということで、少しね間は空いてしまったんですが、先日バーでいただいてとても印象的だったので、せっかくならボトルもあるしレビューしたいということでボトルを手に入れてきましたので、こちらを取り上げていきましょう。先日ニュースリリースで出てきたグレンモーレンジは速報動画でもお届けしていきました。なんと水ならの樽で熟成した原酒を使ったグレンモーレンジなんですね。今回は水なら樽熟成のグレンモーレンジとバーボン、シェリーダルで熟成したグレンモーレンジをブレンドした1本ということで登場しております。こちらのグレンモーレンジ東京、もう飲みましたでしょうか。水ならと言いますと、日本原産の樽材として世界的にも有名で、樽材として使うには通常のアメリカンオークでも100年ほど生育に時間がかかるのに対しまして、水ならは200年という長い時間がかかる樽材の材質としても非常に貴重な樽材なんですね。ただその水なら樽で長期熟成したウイスキーからは、白檀やキャラ、お香を連想させるような、よくオリエンタルな香りが楽しめる、そういったワードでも取り上げられる魅力的な樽材として知られております。今回のコメントも完全に私の独断と偏見と経験と妄想になりますが、グレンモーレンジの新作まだ飲んでなくて気になるとか、飲んでみたいという方にもこのグレンモーレンジ東京の魅力やこだわりをお伝えできればと思います。それではグレンモーレンジ東京の世界へ飛び込んでいきましょう。さて、今回のグレンモーレンジのテーマといたしましては、このビル・ラムズデン博士ご本人が東京の賑やかな街並みと静かな庭園、古代の建物と近代的な建物、多くの感覚的な体験と文化の間のそのコントラストに魅了されたということで、東京での体験の美しさをウイスキーとして表現できないか、それを考えた結果によって生まれています。そこで人気かつ希少なこの水ならの樽を何年もかかって探し求めて熟成に使いまして、グレンモーレンジのスピリッツを一部熟成させたということなんですね。もう何年もかけてようやく調達した水なら樽を用いて仕上げられたというのが今回のグレンモーレンジ東京なんですね。やっぱりね、東京に爆誕した私としては、やっぱグレンモーレンジ東京を取り上げざるを得ないということで、ここから深掘っていきます。さらにこの水なら樽の原酒だけではなくて、バーボン樽とシェリー樽の原酒を持ってブレンドしてバランスを整えたということなんですね。これを封切りから味わえるということで激アツでございます。それではいよいよグレンモーレンジ東京開封レビューやっていきましょう。さて、それでは準備完了いたしました。こちらグレンモーレンジのテイルオブ東京、飲んでいきましょう。いやー、色味もね結構深いですよね。なんかこの樽の特徴がしっかり出てそうな、割と濃いめの琥珀色ですね。本当に夕焼けみたいな綺麗な色味をしております。このカートを見るだけでも、色を見るだけでもなんかうっとりしちゃいますね。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。ではまずは香りから。あー、なんというかこの色味のね、華やかさだったりとか明るいオレンジのカラーからすると、
最初はね、結構香りにギャップがあって割と暗めなトーンの香りなんですよね。それこそオレンジマーマレードだったりとかビターチョコレートであったりとか、それからこのゆったりとね、でもちゃんとこの太く芯がある骨太なウッディーさっていうのがあって、その奥の方からこうちょっとシェリーダル系のニュアンスなのかなというところで言うと、ちょっとスパイシーな香りも上がってきます。レーズンだったりとか、ちょっとなんかシナモンスティックを合わせたような、奥の方からゆったりね細かいシェリーダル系のニュアンスっていうのもありますね。最初は本当にシナモンとか、あとはドライフルーツとか一緒に焼き上げて洋酒を漬け込んだような、そういうフルーツケーキみたいな甘い香りもありますし、本当になんか結構ねこのグレモオレンジの華奢なイメージというよりかは芯があってね、ちょっと太めな香味ですね。太めでしっかりとキャラクターがあるウッディーさと、このオレンジを煮詰めたようなちょっとビターさも伴う暗めな香りがあります。樽から来るようなこのウッディーな香りの中にそういうね熱を加えたような、それからダークトーンなフルーツ感が隠れてます。ではいただきます。うん、すごい味わいも結構しっかりしてますね。なんというか本当にそのまま樹液だったりとか、この樹脂っぽさだったりというかね、すんごくウッディーさが強くって、余韻は結構スパイシーです。もう飲んでから中盤くらいからこのスパイシーな余韻が感じられますね。なんというか全体的に香味、この香り味わいともにすごくこう厚みがありますね。樽のキャラクターがしっかりと出ていて、余韻のスパイシーさだったりとか、なんかねどこかこのモダンで明るい感じのキャラクターかと思いきや、結構しっとりとしていて、なんかシックな感じの、すごくねこの芯の取ったウッディーさっていうのがね結構魅力的ですね。あとは奥の方からちょっとレザーっぽいニュアンスだったりとか、あとはちょっと余韻にハーブ系な要素とスパイシーさが合わさったような、なんかねこのパッケージの見た目からすると華やかでこうフルーティーなイメージとか明るい香りのキャラクターが浮かびそうですが、結構ね最初の香りはウッディー&ダークな感じのね、すごくこの表面が黒とかダークブラウン系の香りがパッと浮かぶような、そんな印象ですね。さあそれではここからさらに水ならダル系のウイスキーシングルモルトで深掘りしていきましょう。まずはこちら、南ハイランドにあるロッホローモンド蒸留所から12年の水ならカスクフィニッシュですね。こちらに関しては12年熟成の後に4ヶ月間水ならダルの追加熟成を行ったというタイプでございます。先日単品レビュー動画も上げてますので、ロッホローモンド含めて詳しく知りたいという方はそちらもチェックしてみてください。さらに先日も大絶賛で私がもう褒め散らかしていたこちら、シングルモルトジャパニーズウイスキーユザのサードエディションですね。2023年に登場したものでして、こちらも単品レビュー動画で取り上げていきました。このね口に含んだ時のうっとりするような余韻に長く伸びていく樽の香りがすごく良かったんですよね。今年出た水ならカスク系のウイスキーでは一番というふうにも考えていたんですが、改めて飲み比べるとなるとまたねいろいろ感想も変わってくると思いますので、こちらのユザも飲んでいきましょう。ではロッホローモンド12年飲んでいきましょう。改めてスランジバー、こちらもね色結構綺麗ですよね。このしっかりとした琥珀色が見て取れますね。 46% というこの46から 48% のねオフィシャルボトルって大体美味しそうな顔してますからね。ではいただきます。あーなんだか開封してちょっと時間経ってきて、前はこのロッホローモンドらしい結構ケミカルフルーツ感というか、シロップに漬け込んだようなフルーツ感とか、桃の缶詰のシロップとか、そういうこうフルーツに付随するシロップだったりとか、そういう印象が強かったんですけど、今ねちょっとこの焙煎したような香ばしい香りと、それからねコーヒーだったりとか、うん焙煎したナッツだったりとか、ちょっとロースト感のある香りが出てきましたね。うん、口に含むと本当ロッホローモンドらしい、このピーチの缶詰、黄色い桃の缶詰シロップとか、なんかねマンゴーのドライマンゴーとかキャンディーとかですね、そういうこう舌の上にまったり残るような甘さっていうところがすごく特徴的ですね。割とこうオイリーまではいかないんですけど、舌の上にちょっと粘性を感じるような、そういうこうまったりとした甘みの中にほのかにローストしたような香り、それからやっぱりそういうケミカルフルーツと言われるようなキャンディーとかシロップ漬けフルーツ感っていうのは結構ありますね。そして続いてグレンモオレンジのテイルオブ東京でございます。ではいただきます。色はロッホローモンドよりもちょっと濃い感じはしますかね。若干濃いめな、そんな色味にも感じられます。うん、こちらの方はもう少しなんだろうな、シェリーダル系のニュアンスの方が私結構拾いやすくて、やや赤サビ的なニュアンスとかレーズンとかシナモンとか深入りしたコーヒーみたいな香りとかですね、もっともっとこうロッホローモンドの柔らかさとか滑らかさからすると本当にねどしっと構えたようなウッディーさがすごくわかります。うん、ダークチェリーだったりとか、本当にシナモンスティックとかアニスとか一緒に焼き上げたフルーツケーキみたいな、本当そういうイメージなんですよね。なんかもうそのものの
このウッディーさとスパイシーさが本当セットになってるようなそんなイメージがあります。本当にダークブラウンとかのカリカリに焼いた木材の上からメープルシロップをかけたりとか、ちょっとねこう赤い果実系の酸味みたいな要素も加わっていて、結構深みがありますね。では続いて今年ナンバーワン水ならと私が絶賛していたこのユザのサードエディションも飲んでいきましょう。色は比べてみるとさっきのね2つからすると、そうですね、ほんとロッホローモンドとちょっと近いくらいかな。うん、若干もオレンジよりも明るいようなそんな色味も感じ取れますね。年数で言いますとこのユザに関してはね一番新しい蒸留所ですので、ある程度色が少し明るい部分もあるかと思います。あー、これがね私すごい好きな香りなんですよね。最初にもう嗅いだ瞬間に、ああいうこうテネシーウイスキーとかバーボンダルとかから拾うような本当に甘いメープルシロップとか焼きバナナみたいなね、本当にこう表面にバナナをコーティングしてるんじゃないかっていうくらい甘い香りと、それと一緒にねなんかバナナケーキみたいな甘い香りがしてくるんですよね。うん、すごいな、このユザはね本当にこうバナナケーキ感がすごいんですよね。バナナケーキとブラウンシュガーみたいな、そういうどことなくこうアメリカンオークのキャラクターから拾いそうな、そういう明るいキャラクターとか、それがねすごくいいですね。でそんなにこうバチバチにスパイシーさが効いてたりとかウッディーさが強いわけではなくて、全体的にはこうバーボンダルを主体となっているように感じられるようなバナナケーキ感とか焼き菓子っぽさ、そういうのがまったり全体を包みながら、その奥の方からねじわじわ本当にあの線香花火から緩やかに立ち上がる煙かのように線が細くゆったり余韻に見えてくる水ならっぽさがあるんですよね。いやー、この飲み比べはね非常に楽しいですね。ぜひともお手元にある水なら系のウイスキー、ブレンデッドとかシングルモルトに限らずいろいろ飲み比べてみていただいて、水ならっぽさって何なんだろうとか、それがどれぐらい影響を与えてるんだろうみたいなものを探していくと非常に楽しいと思います。私はどうしてもこうテイスティングするときってその時に浮かぶ色とかですね景色、そういうことを頭の中に浮かべていくんですけど、この3種類のウイスキーそれぞれは飲むシーンとか飲んでるこう風景っていうのが違って見えたんですよね。例えばロッホローモンドの12年であれば、海外の例えばイタリアだったりとか石畳とかの通りのところにあって、そこのちょっとカジュアルなレストランとかでウイスキーも置いていて、そういうところでこう日本食を出しているようなレストランとかに行って、こういうロッホローモンドの水ならを飲みたいなみたいな、ちょっとカジュアルに楽しめる要素があるなって思いましたね。そしてユザについてはなんだかねこの小さな茶室というか、本当にねこの小さな木造の茶室の中で畳の上で外の庭園とかを眺めながらしっとり飲みたいなみたいな、なんか茶室とかでこうまったり飲みたいなみたいな、縁側とかですね、そういう日本が感じられる場所で庭園とかこの緑を眺めながら飲みたくなりましたね。それぐらいこう奥ゆかしくて繊細で、なんだかねおしとやかな水なら感っていうのがあってとても良かったです。そして最後の今回のテーマであるこのグレンモオレンジ東京に関しては、なんだかねモダンな要素とこう昔ながらのこう要素っていうところがすごく融合してるなと思いましたし、この深く染み込んだ樽香っていうところがなんかね昔懐かしの京都のお寺だったりとか、周りのこうね漂ってくる独特な香りであったりとか、ああいうこう日本古来の浮かんでくるような景色を眺めながら飲みたくなっちゃいましたね。もちろんお寺の中では飲めないですけれども、なんとなくそういうのがこう見えるような景色で日本のねこの文化を堪能しながら飲みたくなっちゃいました。さてそれでは準備完了いたしました。さらに深めるべく今度はロックスタイルで飲んでいきたいと思います。ストレートの時に結構強く感じられたウッディーさとか、ああいうシェリーデルのニュアンスとか余韻のスパイシーさっていうところがどう変わっていくのか飲んでいきましょう。それではスランジバーいただきます。あ、ロックの方が好きかも。うん、こっちの方が最初にブワッとねこう重心しっかりめのというか太めのウッディーさっていうのがちょっと落ち着いてきて、なんだかねコーヒーっぽさというかコーヒー感とちょっとレザーっぽさもありますね。いただきます。うん、なるほど、これは香りの味で結構ギャップが出ますね。口に含んだ瞬間にちょっとねこうビターさが強めに感じたんですけど、その後からなんかメープルシロップみたいな甘さがふわっと現れてきて、なんかすごい複雑なロックになりましたね。もっとこうオレンジマーマレード感とかちょっとコーヒーっぽさとかメープルシロップのような余韻みたいなところが結構見えてきますね。だいぶまろやかで中からこうねちょっと深みのある甘さが出てきたかなって思います。
さて、それでは完成いたしました。最後はグレンモオレンジテイルオブ東京のハイボール、贅沢に飲んでいきましょう。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。これ美味しそうですね。あーすごい、なんかやっぱり表面はね、結構この樽の香りがすごく強くて濃厚ですよね。トップの香りはちょっとジンジャーっぽさと、なんかねスモークレーズンというか、ちょっといぶしたようなスモーク感、なんかねローストしたような香りがありますね。いただきます。あ、これ結構好きかもしれないですね。なんというかほんのりとレーズン、メープルシロップ系の味わいが中心にありながら、余韻はすごく爽やかですね。ちょっとチョコレートみたいな、あのねとろっと溶けたチョコレートみたいな甘みが残って、なんかこちらの方が急にブワッと香味が広がったような、そんな印象がありますね。紅茶感だったりとか、それから樽のウッディなキャラクター、もうね本当にこのカリカリに焼いた樽材の上からメープルシロップ垂らして、ちょっと赤い果実の酸味を足したような、そういうねもう芯のある、もうバチバチ骨太なこのウッディさがあるので、結構驚きましたね。はい、ということで今回はこちらグレンモオレンジ A Tale of Tokyo を取り上げていきました。非常に話題になったこの東京モデルのグレンモオレンジなんですけれども、この華やかできらびやかで、このねファッショナブルな見た目とはまた異なりまして、だいぶねこの座禅組んで周りにはこう木々が広がるみたいな、そういうねなんかたくましいウッディさを感じましたね。ぜひともこちら飲んだ方の感想、コメント欄でお待ちしております。私の中ではそうですね、好みも当然あるんですけど、低速、中速、高速、音速、光の速さで言うんでしたら高速から音速の間くらいですかね。私が結構あまりタルカン強いのとか、シェリーダルのキャラクターの中でもああいうちょっと赤サビ系のニュアンスとか酸味が強いものがそんなに得意じゃないっていうのもあるので、最初そこを結構強めに拾ってしまったっていうのもあるんですけど、バーでいただいた時はもうちょっと風切りしてから時間も経っていて、そこで飲んだ時のストレートはもうちょっとタルカンが柔らかくなっていたので、これはねもっともっと追いかけて飲んでいきたいなと思いました。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別、ウイスキーまとめ紹介など様々な動画を上げております。他にも関連するグレンモオレンジ関係の動画ですとか、おすすめ動画上げておりますので、概要欄、コメント欄からチェックしてみてください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。